大さんおはようございます。ゆみみんさんいらっしゃおはようございます。ぎなちゃんおはようございます。兄ちゃんおはようございます。ゆっきーさんいらっしゃおはようございます。おはようございます。ジェンコちゃんおはようございます。ミニアさんおはようございます。レイナちゃんおはようございます。キロロさんおはようございます。若葉さんおはようございます。タクさんおはようございます。ヤクトネさんおはようございます。兄ちゃんおはようございます。あちゃもちゃんおはようございます。ライダーさんちゃんきゅんちゃん。なんちゃんちびたろうさん、ちゃん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 ちそれがしっかりならしっかりと定義が変わってくるわ。今日はちょっと誰だったっけ、あ、ガヤさんだ。最高最高、俺もそう思ってた。俺が飛ぶんか、はい、びっくり。お願いします。私は飛ぶ鳥です。ファルコン、ファルコン、レッツゴー。えい、ファルコンパンチ。いや、それは人間の方でしょ。いや、人間じゃねえだろ、前は。さあ飛びたいと思います。無限の彼方です。さあ行くぞ。飛んでいるんじゃない、落ちているんだ。かっこつけてな。なあなあなあ、飛ばしすぎじゃないやつからなあ。最終的に飛ばしすぎて顔がぶっ飛ぶから大丈夫だよ。すごいな、アンパンマンやな。中曽根くんのなんか中野だよ。わっバグってる、バグってる、バグってる、バグってる。こら、おいおいおい、怖い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 、やばすぎ。いや、こっちのセルだって。行きましょうか。僕は運転しますよ。はい、処刑台乗ってもらって知らないようにしてくださいね。お客様を安心。どっから声出してんだよ、おい。なんか安いおもちゃみたいな笑い方。いや、誰がトリストーリーだよ。最初に言ってられるやつ、アンディに名前もすら書かないレベルのやつ。うわー、悲しいなー。じゃあ俺がアンディの足の裏に書いてやろう。アンディって。いや、それはそうだ。アンディだ。このテンションいつまで続くのかっていうところなんですよね。いや、誰が操縦力だ、おい。